Hi guys! So, I've wanted to film Japanese snack makers and their creation processes for a long time, and thanks to Sakurako, I'm finally able to. Sakurako is a monthly Japanese snack box, and they partner with local snack makers from around Japan, like Midori Confectionary, who I'm going to see in Osaka today. Hey guys, arriving in Osaka, and the company I'm going is that way, getting close. Let's go! These birdies are so cute. Good morning. I think it's that building over there in the corner. Konnichiwa. Hajimemashite. Midori Daisuke-san. Midori Seika no Midori desu. Yorozo yoroshiku onegai itashimasu. Kouba wa kochira ni naru? So desu. Naka ni? Hai. Han namagashi wo tsukutte mashite. Wa. Ma, 基本的に工場なんですけれど、はい、こんな感じで地域の皆様には少しだけお売りしてるんですね。これが細工ゼリーですね。はいはい。中華州と四季折々の寒天と水飴と砂糖で作ったゼリーを形取ったそんな半生菓子です。はい。そしたらジュンさんにヘアキャップと、はい、こちらの白衣、はい、こんな感じですね。着ていただいて。わかりました。はい、まあ、衛生に気をつけた上で、はい、工場に入っていただきます。大阪に来たのが、はい、以前来たのがもう本当かなり前に、はいはい、USJ のユニバーサルスタジオジャパンに来た時以来なんですけど、はいはい、こっちの方が全然ワクワクしますね。あ、本当ですか。もうこんな普段見ないんで。確かにこんなとこ入らせてもらえるのはちょっと楽しみです。ユニバより楽しんでいただくようにちょっと頑張ります。中で体についた髪の毛とかゴミを落として吸い込んでくれる。エアシャワーをした後は、はい、まだすることがあって、あ、こちらでコロコロで。そうなんです。猫を飼ってるんでもう常に常備してやってます。あ、家にあるんですか。はい、この釜で炊き上げていきます。大きいですね。今寒天を溶かしてます。もう今かなり熱いですね。一瞬で熱くなるんですか。これは蒸気釜って言ってボイラーで蒸気を発生させて加熱してます。工場長はずっとこちらに立ちっぱなしなんですか。そうですね、やっぱり火加減とかめっちゃ熱くないですか。めっちゃ熱いですよね。熱いですよね。あ、これも工場長ぐらいになるとここで手洗うんですよ。これが大阪蒸気ですか。これは本当に洗える。マジですか。一回いいんですか。ちょんって触ってください。熱っ。熱っ。これで洗うんですか。ゼリーがついた缶とか道具をここで洗うんですよ。あっ、熱っ。熱っ。うわー、すぐにそろそろゼリーが炊き上がります。今日は赤色のゼリーが炊いています。うわー、綺麗だな。炊き終わったゼリーは缶に流されて、で1日冷やされて、で翌日に固まったら板状にスライスして、でスライスしたゼリーをまたその次の日に型抜きをすると。これは今日製造する抜き型ですね。この他にもうちにもう200種類300種類ぐらい抜き型があって。そんなあるんですか。うちで非常に長く勤めていただいている中川職人。中川さん、中川職人。今もみじの葉っぱを型抜きしていってます。はいはい。こんな風に板状のゼリーを一つ一つ型で丁寧に抜いていきます。抜き終わったゼリーはどんどんあちらのお砂糖の上に置いていきます。これは一体何でしょうか。ハロウィンのかぼちゃですか。そうなんです。へえ、よくわかりましたね。いやいや、とても難しかったです。この後で目とか口をつけて、あ、デコレーションしていくんですね。そうなんです。この黒いのはどういうふうに色を出してるんですか。黒いのはカカオです。
カカオ。カカオ。こんな黒くなるんですか。そうなんです。カカオの着色料です。あ、花。めちゃくちゃ早いですね。職人技です。こんな早く抜いてくるんですね。1959年に創業して今で63年目お仕事中すみません、まあ、はい、失礼なんですけれども、はい、ご年齢をお伺いしてもよろしいですか。そうですね、はい、もう1回よかったら92歳今まで長年やられてこられて、はい、こう大変だったこととか苦労したことっていうのは、ね、特になんか大変だったことってなんか記憶にありますか。あの競争相手というのはそうなかったんですけど、はい、まあ、こういう菓子を作るということは手仕事で朝早くから、まあ、遅くまで働いた、将来私も会長みたいにこうなんか活動的に物事に取り組みたいなと思うんですけど、なんかこう秘訣ですとか心構えとかなんかアドバイスをいただけると嬉しいんですけど。私みたいなのも大したことないですが。いやいや、92歳現役ですから、はい、ことはあんまりないですね。わかりました、まあ、とにかく、頑張るということだね。もう謙虚に頑張る。わかりました。でも頑張る。すごく食べになりました。ありがとうございます。ご総長は何年ほどこちらで働かれているんですか。まだ23年ですか。そうなんですか。まあ、会長はちょっと別格な感じがするんですけど、なんかもうレジェンドな感じが。透明のゼリーの間に丸く抜いた黄色のゼリーを挟み込んで満月を表現してるんですけれど、満月が透けて雲の間から見えるようなお月さんを、ね、表現してるんですね。めちゃくちゃかわいい。ウサギの小さく別に抜いておいたゼリーを素早く貼り付けていきます。これで月を見上げるウサギが完成するんですけど、めちゃめちゃ可愛いですね。これそうでしょ、砂糖にまぶされるとお月様がちょうどおぼろげになるので、おぼろ月を見上げるウサギと、これが完成形です。可愛いですね。美味しさだけじゃなくてこう見た目も楽しんでもらえるかというようなことを心がけて商品で作りをしてますね。めちゃくちゃかわいい。たくさんいる。かわいいでしょ。お祭りの屋台屋さんも練り歩いてる感じがしました。お時間の親子なんですね。あ、で、うわ、でこういう秋のかわいいな雑誌と組み合わせるんです。ほんとこれクオリティ高いですね。これ高いんですよ。で、1号さんがこれを100台仕入れてるんです。仕入れすぎ で工場長がやるわけです。そうです、やりすぎ。1ヶ月かかりますよね。めちゃくちゃ大変。一箱ずつ全部目分量で測られているんですか。そうなんですよ。グラムが大変。へえ。これが会長がもう創業の時に考えられた。そうですね。大阪らしい半生菓子を作れないかというところを考えて、彩りがすごく賑やかで可愛らしい半生菓子。うわ、なんか食べるのもったいないですね、これ。そうですね、一つ一つね、大切に食べてもらいます。さあ、まあ、棒を並べて、コロコロコロっと転がすと、
This is magic. で、まぶしたら卵黄に刺していきます。めっちゃ綺麗ですね。これが琥珀糖ですか。これがね、今大人気、納品まで2ヶ月待ちの琥珀糖。2ヶ月待ち、うわーすごい。ちょっと待ってて。あ、はい、はい、3時です。3時が休憩のお時間なんです。そうですね。あ、で会長が自らこうお電話でみんなに知らせる。そうですね。いいですね。おやつも用意して。この窓の月っていう半生菓子は寒天を主原料としたゼリーのお菓子なんですね。外国にであのゼリーっていうと、あの結構なんかハードな感じがしますね。そうなんです。あのゼラチンを使用したグミの方が主流じゃないかなと思うんです。そうですね、グミ、ガミはすごくいい、どこ行ってもありますね。そうなんです。なんでそのグミは弾力があるんですけど、寒天を使用してるんで、まあ、植物由来で歯触りもサクッとしてるんですね。さっきちょっといただいたんですけど、なんかこうすごく何て言うんでしょうね、柔らかいというか口どけがすごい柔らかいですよね。そうなんです、そうなんです。水分量が 10% から 30% までに収まるお菓子のことを半生菓子というんですね。こういう細工ゼリーっていう需要がどんどん減ってきてるんですね。新しい今の、買ったことのない人とか親しんだことのない人にもぜひ知っていただきたいなというところで、新しい商品作りを次々としていることですよね。特に今一番の人気はこちらですね、琥珀糖年の便り。なんか音が硬いですよね。パッと見た感じね、氷砂糖のように。そうですね、氷砂糖ですよね、見た目思われるんですけど、これはね、実はとっても柔らかい寒天ゼリーのお菓子で、食べた時の食感が、食べるとね、くしゃっと口の中で溶けてなくなるような食感なんです。今、生産が全く追いつかずに2ヶ月ぐらい間に待っていただいているような商品なんですけど、僕ら、見て綺麗とか、食べて美味しいというところで、はい、お菓子を作ってるんですけれど、これ流行ってる理由が、ASMR という、食べた時の、音を楽しむというところから流行りだしたんですね。でもこのお菓子自体はもう結構長く作られてる。お菓子自体はもう琥珀糖というお菓子はもう江戸時代ぐらいからありますし、江戸時代でも創業時から作ってはいるんですけれど。そうなんですか。流行りだしたのはここ 2,3 年で、若い人たちが興味を持って新しい形でお買い求めいただいているというところは、まあ、僕たちもまだまだ半生菓子の未来が明るいなと最近元気づけられてますね。いただきます。This texture is so fun. Very crunchy only on the outside. A very thin layer. これ新しいですね。いや、江戸時代からあるんで古いと思うんですけど古いけど新しいですね、これ。そう、あとは本当に手作りで一つ一つ Midori Seika の職人が心を込めて本当に丁寧に作ってます。でそういったところを食べる味だけではなく見てもお楽しみいただけたら非常に嬉しいなと思います。4ヶ月飾れますもんね。飾れますありがとうございます。はい、本当にもうこんな夜遅くまでありがとうございました。いや、猫を作ったのがあれでしたね。すごいいい体験になりました。どうもありがとうございます。お世話になりました。こちらこそありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。Oh my god, that was so fun. Hey, Daima. Got lots of souvenirs. Thank you to Sakurako for sponsoring this video and giving me options like this. Sakurako is a monthly Japanese snack subscription box that lets you experience Japan from the comfort of your home. They partner with local Japanese snack makers like Midori Seika, who I just visited, to provide 20 traditional, authentic, and artisan Japanese snacks, including Japanese tea.
and a special Japanese item every month. This month, it's the tsukimi dish. Oh, this is so cute. Whoa, I like it a lot. It's kawaii. We see rabbits on the moon. What do you guys see in your country? Autumn Moon Festival, Aki no Otsukimi. So I actually have tried to enjoy moon viewing with classic dango and actual rice. And I enjoy displaying it, but this guy, for some reason, goes crazy. It comes with a booklet that has information about all the snacks, ingredients, and allergens, as well as Japanese culture. Midori confectionery. Oh, I got to see these in real life. It's so cool, and it was so much fun. Okay, snack time, tea time. Itadakimasu. Oh, I love this type of strawberry chocolate. Hey, baby. Hi. Dewa, itadakimasu. Do I bite too? Only a tiny bite. Okay. Mmm. I don't know how to explain, but this is this taste that pairs really well with tea type of sweetness. Yep, it goes really well with the hatomugi tea. Okay, strawberry chocolate. Itadakimasu. Wow, it's really fluffy. How do they make this strawberry? So they actually soak the strawberry with chocolate. That's why the flavor, the strawberry flavor, is so good. Okay, finally, Madono Tsuki. My God, this is so pretty, cute. The texture is different from gummies. I like this, like, hanama, half. Raw texture. It's very, like, a lot juicy, juicier than gummies, I would say. I like it a lot. So Daisuke-san from Midori Seika actually let me experience the creation process of hanamagashi, and of course, I got to make cat ones. The first 150 people who sign up for a Sakurako subscription using the code NECO will get these cat jellies as a bonus in their box. Or you can use code JUN and get $5 off your subscription. They were nice enough to let me make a mess of their production line so I could try making cats. It seems like it would be easy to cut out the cat shapes, like pressing cookies with a mold. But the jelly sheets were a lot more delicate than I was expecting. Every time I touched it, it distorted. Daisuke-san made it look so easy, but the jelly was very sticky and took me forever just to decorate one piece. Also, you may not believe it, but stamping a face was actually more difficult than decorating jellies. This is horrible. Can you put this next to me? It's so different. You have to paint the stamp carefully and use just right amount of pressure. Okay, I finished the paw prints. Fortunately, my cat jellies could not pass inspection, so they would not end up in any of your boxes. Yeah. 全然違いますね。これですよね。そうです。味があると思います。乾燥させて、1日置くと可愛い猫ゼリーが出来上がります。すごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、残業させてしまいまして。<笑>